級野菜はこの前プレゼントしたし、新しい杖とかローブも違う気がするな。別に何でもいいでしょう。甘やかしすぎも良くないと思うけど。あれ、こんなところで奇遇ね。二人とも何をしてるの？ああ、ユンユン、今忙しいんだよね。弟へのプレゼント探しで。何か特別なものでもあげたいんだってさ。コウマの里じゃ見慣れたものしか手に入らないし。特別なもの、もうすぐ誕生日なの？それとも記念日とか？そんなところよ。月に一度健やかな成長を記念してプレゼントをあげるの。毎月？行き過ぎたブラコンのやることは理解できないよね。うるさいよね。天使のように可愛い弟に愛を注ぐのは姉として当然のことでしょ。というわけで、せっかくだからユンユンもプレゼント探しを手伝ってよ。暇でしょ？ごめんなさい、もうすぐ馬車の時間で。アクセルハーツの特別公演があるからオートに行かなきゃ。アクセルハーツ、それよ。あの子最近そのユニットにハマってるみたいだし、グッズをあげたら喜んでくれそう。ユンユン、まだ馬車に空きはあるわよね。私たちもオートへ行くわ。行ってらっしゃい。あんたも行くのよ。拒否権なし？キー！ちょっと、なんでこんなタイミングで。お客さん、時間はかかってしまいますが、遠回りして安全な道を行きましょう。でも、遠回りしたら公園に間に合わなくなっちゃう。グッズも多分会場限定販売だよね。早く行かないと売り切れちゃうかも。ここは私たちが食い止めるわ。ユンユンは先にオートへ。でもいいから。アクセルハーツの公演を楽しみにしてたんでしょ。早く行って。そして弟のためにグッズを買っといて。そっちが目的か。さすがフニフラ。できないわ。だってお友達でしょ。見捨てていくなんて無理。急いで倒しましょう。3人で力を合わせればどうにかできるはずよ。いいね、ユンユンに賛成。コウマ族は敵に背中を見せない。ああ、もうやってやろうじゃない。弟を思う姉の力見せてあげるわ。撤収の準備してるもの。せっかくのチケットが。ごめんね、ユンユン楽しみにしてたのに。モンスターさえ現れなければ。襲われたのは仕方ないことよ。二人は気にしないで。それにちょっと楽しかったし。それより弟さんへのプレゼントをどうするか考えないと。せっかくオートまで来たんだし、何か探しに行く？ユンユン、ありがとう。プレゼント探しの前にこれを売っちゃわない？モンスターを倒して手に入れた素材が邪魔で。ねえ、これって結構貴重な素材なのよね。この素材でスキルアップの装飾品を作ってプレゼントするのはどう？いいわね。将来性抜群の私の弟にはぴったり。もしかしたらアクセルハーツのグッズより喜ばれるかも。ユンユンのおかげで最高のプレゼントができそうだね。楽しみにしてたショーを見れなくしちゃったんだし、そこはまた埋め合わせしないとね。今度ご飯でもおごるわ。お友達とランチってこと？どうしよう、どんな服装で行ったらいいのかな。その日はランチ記念日として毎年お祝いしなきゃ。重いからそれくらい気軽に応じるようにしなさいよ。ねえ、いつまでこうしてなきゃいけな。しー、見てドドンコ、
あの子たち本当に出てきたわよ。腕が鳴りますね。今日は体調も万全ですし、最高得点を叩き出せそうな気がします。ほらカズマ、早く行きましょう。そうせかすなよめぐみん、せっかくの爆裂散歩なんだ。行き帰りまで全部楽しまなくちゃ損だぞ。おっと、私としたことがうっかり焦ってしまいました。それじゃ今日も行くか。爆裂爆裂ランランラン。何なのあのお気楽のお天気コンビ、見てるこっちまで恥ずかしくなるんだけど。いいじゃない、そのおかげで私たちも目的を果たせるわけだし。それより驚きね、測ったように予定時刻ぴったりだったわ。確かに。あんた情報提供ありがとね。これくらいなんでもないですわ、カズマたちとは長い付き合いですもの。アクアやダクネスも留守にしているのは確認済みだし、これで心置きなく罠を仕掛けられるわね。熱々のおでんを口にねじ込まれたこと忘れられないわ。今日こそ恨みを晴らす時。ほらめぐみんたら、なかなか面白いいたずらをしますのね。いや、まあ先にこっちが仕掛けたからなんだけど、からかった仕返しの仕返しをしようだなんて、フニフラは元気だよね。ふん、見てなさい、そのためにいたずらのプロを呼んだんだから。メル、今日はよろしくね。私が来たからには勝利は確定したようなものです。めぐみんにはかわいそうですが、あまたのいたずらがあの子を襲うでしょう。頼もしい。先生よろしくお願いします。待ってなさいめぐみん、いつものネタ魔法で疲れたところにガツンと一発きっついのをお見舞いしてやるんだから。いたずらの極意はズバリ、入念に仕込んだ罠にあり。特に生活空間は隙が生じやすいので罠の効果も抜群ですわ。ということで屋敷の中に罠を。あら、鍵がかかっているみたいですわね。フニフラ、鍵は？てっきりメルが用意してるものと。ああ、どこか開きっぱなしになってないかな、裏口とか。2階は？2階の窓なら開いてるんじゃなさそうだよ。めぐみんたちのんきに見えて案外しっかりしてるもんね。やむなしですわ。豪華半減は悔しいですが、罠の設置場所を屋敷の外に変更しましょう。了解。このロープはどこに貼ればいい？そこのぬかるみの手前で地面ギリギリに貼ってください。うっかりくるんで泥だらけですわ。先生、このスコップは？落とし穴を作りましょう。一人では脱出できない深さが欲しいところです。掘るぞ。さて、私は胡椒を用意しておきますわ。落とし穴に落ちたらくしゃみが止まらず。仕返し仕返し仕返し。疲れた。なんとか完成したわね。フニフラもドドンコもお疲れ様でした。完璧ですわ。あとはお二人の帰りを待つだけ。誰の帰りを待つのですか？な、めぐみん、カズマ、いつからそこに？穴を掘り出したところから。爆裂魔法を打ちに行ったんだよね。早すぎない？というか打った後にしてはめぐみんがピンピンしてるような。爆裂散歩は延期です。二人の動きが気になっていましたので。お前ら最近メルとつるんでただろう。何か企んでんだろうって気にはしてたんだ。ぶぬぬぬぬ。どうせこの前の仕返しが気に食わなかったのでしょう。そもそも最初にからかってきたのはそちらなのに。ありゃバレちゃってるね。現行犯として見つけたからには叱るべき罰を受けてもらうしかないですね。幸い爆裂の準備はバッチリ。逃げるわよ。合点承知。ああ、お待ち。
あ、ループ。あーまずいでしょ、落とし穴の中は故障で。クションブレーキション。あいつらすごいな、どんだけ準備してたんだ。これに懲りたら仕返しなど考えないことです。さあ気を取り直して本当の爆裂散歩に出かけましょう。待ってよ、泥だらけになっちゃった。いたずらはされるもの。